はい、梅です。こんにちは。どうも。今日は2024年の9月の2日ですね。今日僕はですね、こちらね、東京ディズニーランドのピクニックエリアから今これ動画収録してます。で、今日はちょっと台本なしのぶっつけ本番で今回してます。先日ですね、転売屋のね動画上げました。ディズニーシーのエントランスにダッフィーのグッズ発売で並んでたら、前の方にうちのおじい転売屋みたいな人がどん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 割り込んできて、で総勢最終的になんか80人ぐらいがなんか横入り乱入合流してきた。でそれでもう早くから並んでた人がお城の方に回されて、なんだかなっていうね。それでキャストとその転売屋のなんかどう締めたかどう思ったかボスがまあ揉めて口論してたみたいな。で結局80人全員なし崩してなーなーで入園してしまったみたいな、はい、そういうようなのがツイッターでバズってて、でそれに関する僕の感想とかですね、考えていることなんかを述べました。でまあその動画見てもらえば分かるんですけども、まあ、まずですね、合流に関しては、まあ、確かに転売屋80人の合流はいいかダメかって言ったら、もちろんまあダメだし不快だし、ちょっとね、やりすぎ、度が過ぎてるし、まあ、程度の問題としては完全のアウトだと思うんですけども、まあ、とはいえですね、ゲートの途中合流を厳しく禁止するような今ルールとか運用は不可能なので、まあ、だからまあ運用のルールの中で動いてるんだって言われたら、まあ、運営側もやっぱ強く言い返せないので、まあ、なので仕方ないというか、まあ、黙認というか涙を飲むというか諦めるというか、まあ飲むしかないですよね。で、まあ、それが一つと、まあ、あとその合流そのものに関しては、まあ、ダメだろうっていう人もやっぱりいて、前に厳しく注意されたっていうやっぱ人もやっぱいたんですよね。だからいかなる合流もダメだっていう、そうやって厳しくね、そういうことを言う人もいました。まあ合流もピンキリでね、じゃあ例えばこの動画で言いましたけど、車で来て駐車場にね、お父さんがいて、車で来てね、家族で来て、で駐車場の車にね、お母さんとか娘さんがいて、お父さんだけとりあえず早く行って、後から駐車場からね、奥さんと娘さんが合流とかありますよね。まあ、あとホテルありもそうですよね。なんか4人部屋とかね、3人で取って、でお父さんだけ早起きして並んで、でお母さんとか娘さんとかはね、お風呂とかメイク時間かかるから、だからね、朝の準備が簡単な、お父さんだけさっと行って、お母さんと娘さんはホテルの部屋からゆっくり合流ね、支度して、でホテルから合流とかありますよね。あと部活とかサークルなんかでも、家が近いね、浦安とかね、江戸川に住んでる人が早く先発で行って、残りの人がね、サークルとかね、部活のね、仲間がね、後から来るとかありますよね。だから皆さんそうやってなんか工夫してね、チーム組んで、まあ、やりくりしてうまく、まあ、回してるわけですよ。だから、まあ、僕はそういうのはやっぱいいなと思ってるし、やってもいいと思ってるし、ホテルってそのためにあるものなので僕はいいんじゃないって思ってるんですけども、だから、まあ、堂々とね、公式の言うことなんか知るかって、意義が好きなようにやりたいようにやればいいんだって、そんな言うこと聞く必要なんかねとか、そこまでまあ言い切りませんけど、まあでも程度の問題ということでね、うん、お父さんだけ場所取って、あとからお母さんと娘さん合流とかっていうのは、まあ、そのためにね、ホテルとかもあるものなので、だからまあそのぐらいはね、まあ温情というか見逃してやるというか、まあ常識の範囲で、まあ、いいんじゃないっていうふうに、まあ僕は思うんですけどもね。であとそこでですね、じゃあ80人の合流をじゃあ許すんだ、へーとかね、そういうコメントをつける人がいて、いやまあだからそういうこと言ってんじゃなくて、そりゃね、家族とかホテルとか車で来た人が、家族がね、手分けしてやるのはありで、80人の合流もどっちも OK とはまあ僕も言いませんけど、だったらそのね、80人とかの転売屋の合流を取り仕切って取り締まって、家族とかそういう手分けしてね、別れて入園するのは、まあ、見逃してあげるっていうのをですね、なんかうまいことルールとして落とし込めればいいんですよね。だから今のルールではそうやってうまくルール化できないんですよね。落とし込められないので、だから僕もそういうこと言ってるので、だから
梅80人の合流許すんだへーとかそうやって言う人はあのいやそうではなくって、じゃあだったらその家族とか部活とかで来てるそういう人はあのね別れてね先に行って場所取りしてるのは OK だけど、転売屋はダメっていうのをですね、うまくなんかルール化、こういうふうにしたらうまくいくんじゃないですかっていうふうに、なんか具体的な案とかプランとかを出してほしいですね。うん、そうすると僕はあなるほどね、これは僕にも思い浮かばなかったナイスアイディアだって思うじゃないですか。だからそういうみんながなるほどねって思えるようなナイスアイディアを出してほしいですね。ただ単にダメだダメだっていうのは簡単で理想論なので、そんなことは分かってるので、うん、そうじゃなくってこういうふうに運営すればうまくいくんじゃないっていうのがあって、それセットで提案ですよね。そうすることによってなるほどねっていうふうにみんなも納得するので、ただなんか絵に描いた文字でですね、夢物語をただ言ってて理想論ばっかり言ってるだけでは、いやだから分かるんだけどそれができないから、だから今仕方なくこういうふうに僕も動画作ってるし、みんなもそうやって飲んでるわけですよね。だったらなんかみんなが納得するようなそういう画期的なナイスアイディアとかナイスプランを出してほしいと思ってますね。あとその80人のじゃ あの合流とかを許すんだへーとかってね、そうやってあのコメントもあったんですけども、まあなんやかんや言って僕は最終的にはそっち派ですね。許しますね。なんでかというと、まずカウントダウンなんかでもそういうのありましたよ。カウントダウンなんかはね分かると思うんだけど、前の方にね80人100人の乱入とか合流とかあったので、だからまあ今現行ルールだとみんなのねあのモラルとかね程度の問題でこういうふうに運営するしかないので、だからカウントダウンなんていうのは前の方にね100人合流とかありました。だからまあまあしょうがねえよな、ムカつくけど、でも今のルールだとまあ仕方ねえよな、クソーと思いながらやっぱり飲んでましたね。あともう一個は、そいつらに負けた自分が悪いってありますよね。そう嫌な思いするんだったら、そいつらの一番初めに場所取りしてるそいつらよりも早く行く。要は自分の後ろに80人ドバッと転売屋がいればいいわけだから、その転売屋のリーダーというか先発隊、そういう足軽というか、そいつらよりも自分が早く行く。そうすれば不快な思いしませんよね。だから僕がいつも言ってる始発に勝つなので、遅く着いて転売屋が来て上負けたムカつくって言ってるんだったら、それは自分が悪いので、だからやっぱりそいつらに勝つしかないですよね。だから負けた自分が悪いかな。はい、僕はそうやって思ってますね。でもそんな勝負嫌ですよね。もう疲れるし嫌だし、もうじゃあそいつらに勝つにはじゃあ前の日の夜の20時からいないと勝てないじゃないですか。だからもうそんなの嫌なので、だから結局最終的には降りますね。要はアイテム欲しがらない、うん、もうやってられんわと思って、もう転売屋に勝負挑むと自分も疲れるし、うん、やつらビジネスでやってるから絶対勝てないので、だからまあ降りる、まあそれが一番だと思います。そもそも欲しがらなかったら転売屋の買い付けようやるお疲れさんと思うだけだし、そいつが2倍3倍の高値をつけててもうわ高っと思って、どうせこんなんいらねえやと思って欲しがらない。欲しがらなかったら、うん、買い出しお疲れってなるだけだし、すげえ高値でメルカリとか出てても、いやようやるわ強気だなこいつらと思って、はい、なので欲しがらない、だんだんそうなっていくと思います。はい、以上です。